はい、こんばんは、しげもんです。どうも。今日はですね、雑談というかゆるい感じでいきたいと思います。ここに散らかってますけど、線路のお話しようかなと思いまして、普段からコメントでよくいただくことがありまして、 Nゲージを始めるときにどの線路を選んだらいいですかっていう話ですね。特にこの質問は毎年12月に多くて、やっぱり年末とかお正月で Nゲージを初めて買うっていう人が多いんですかね。でうちのチャンネルも、気づけばNゲージ専門チャンネルみたいになってますけど、まあ、そういうふうに判断材料にしていただけるのはありがたいことですね。ただ僕自身も一鉄道模型のユーザーであり、一ファンであり、細かい知識は正直ないんですよね。だからそんなアドバイスみたいなことはなかなかできないですけど、個人的な見解を話そうかなと思ってます。最近の鉄道模型ってすげえ進化してて、いっぱい種類ありますよね。大手2社といえばやっぱり加藤とトミックスになりますよね。で初めて鉄道模型を買う際に、加藤を選べばいいのかトミックスを選べばいいのか、どっちがいいのっていうコメントはね、めっちゃあるんですよ。めっちゃあるんです。で今までそれに対して、動画で答えたことはなかったんですけど、個人的な答えはですね、どっちでもいいと思います。まあ、ここにいろんな線路ありますけど、これトミックスの線路ですよね。最近買ったワイド PC レールで、これ加藤の分岐ですよね。でこれちょっと前にあげました光る車止め、これ加藤のものです。でここにある築堤、これトミックスのものですよね。まあ、それぞれ魅力的なものがあったりしますし、で僕はこの動画でね使うことがあるので、一応トミックスの線路も加藤の線路もありますけども、普段どっちを使ってるのかというと、動画で見て分かる通り加藤のレールがメインですね。しかも僕はこのテーブルで走らせることが多いんで、加藤のユニトラックコンパクトが基本です。でなぜ僕が加藤を使ってるのかなんですけど、単純に一番最初に手にしたのが加藤のレールだったからですね。ただそれだけの理由。でもトミックスのレールって加藤のレールよりも種類が豊富ですよね。なんかこうカーブしながら分岐するレールとか、そういうバリエーションで言ったらトミックスの方が豊富ですよね。あと何でしょう、トミックスのレールに対応したジオコレとかバスコレクションとか、そういうジオラマ関係の玩具のバリエーションっていうのは圧倒的にトミックスの方が多いですよね。そこら辺だけ見るとさすがおもちゃメーカーであって、こう品揃え抜群ですよね。はい、あとレールを比べるとこんな感じ。上が加藤、下がトミックス。まあ、当然ゲージの幅は変わりませんが、同床の幅はこんなに違います。僕普段こっち使ってますけど、トミックスのレールはね、なんかスタイリッシュな感じしますよね。じゃあそれぞれのレールがつながるかなんですけど、これはね、はい、つながらないんですよね。つながらないんですけど、あの魔法のアイテムがありまして、これ加藤のジョイント線路ね、まあ、別に魔法でも何でもなく昔からあるんですけど、これを返せばトミックス他他社のレールともつなげることができますね。よ、つながった。問題ないですね。すげえスムーズに使える。まあ、これいつ使うかですけど、普段僕は加藤の線路をメインにしてます。ただ最近トミックスから出ましたよね、あの車両基地レールセット、ああいうのとか普通にうわいいなと思います。そういう場合はこれを使って部分的にトミックスの線路にするとかね、あとこの部分的に築堤をかましたいっていう時とかも、これを使ってレイアウト組むことはできますよね。あとはパワーパックの話ですね。最近僕が使ってるのはこれ、加藤のパワーパックスタンダードですね。スタンダード S、まあ、これかパワーパックスハイパーデラックス、あれを使うことが多いですけど、昔のパワーパック、これここにあるんですよ。はい、これね、これ懐かしいと思う人もいるかもしれないですけど、パワーパックスタンダードか。あ、そっか、モデルが22011で、こっちがモデルの22012になるのか。あと最近加藤からまた新しいパワーパック出ますけど、これ未だにね現役なんですよ。っていうのも8月にオフ会開きましたけど、そこで走行会ができるようにちっちゃいレイアウトを組んでたんですよ。でそこでねこれ使いました。で昔じいちゃんが、ベニヤ板にジオラマのレールを組んでくれたことがあったんですよ。でその時に使ってた加藤のレール、解体した後のレールですね、あれも実はメンテナンスをしてオフ会で使ったんですよ。だからもしかしたら来てくれた人はね、なんかすげえ汚いレールあるなと思ったかもしれないですけど、実はそれ昔にじいちゃんが作ってくれたジオラマのレールだったと。あのジオラマもう15年20年前ですよ。でその時のレールと、これもそうですよ、その時のレールとその時のパワーパックが、まあ、20年の時を経て
日の目を見たじゃないけども皆さんに遊んでいただけてすごい良かったです、個人的にも嬉しかった。で15年20年経っててもちゃんと動きましたし、あと去年動画にしましたが加藤の、何だったかな、アーバンライナーとあとトミックスの300系新幹線ね、あれも15年ぶり近く動かしたけどもちゃんと走りましたから、そこら辺はねすごいなと思いました。で何の話したかな、あ、そうそう、加藤かトミックスどっちを選べばいいの問題。僕はどっちでもいいと思う。あとは線路の種類で言うとトミックスかな。でも加藤のこの安定感も好き。あ、そっか、トミックスの線路を基本にして、で分岐で分かれてジョイントレールを使って加藤の線路に、引き込み線は加藤の線路にして、こっから加藤のターンテーブルにつなぐっていう遊び方もありますよね。あとは自分の好きな車両がどっちのメーカーに多いかかな。僕は単純に加藤の蒸気機関車が好きなんで加藤っていう分け方もできますよね、どうなんでしょうね、皆さんの意見もよかったらコメント欄で教えてください。そして購入される方はコメント欄も参考にしていただけたらと思います。はい、というわけで今回は、ゆったりした動画ではありましたけど、加藤とトミックスの線路どっちがいいのかなっていうことに関して個人的な見解を述べてみましたね。あと昔のこのパワーパック実はオフ会で活躍してたんだよという話もしましたけど、参考にしていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画を見ることができますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさよなら。